違和感というか作りがとにかく細かいなという感じです。うわっ、なんかまさかの日本組協会ゆえおです。なんかね、もう前ハロウィンの動画撮ったばっかりだなって思ってて、1年経つのが早いなって思ってるんですけど、今日ご紹介する組、ハブブレの脳みそマシュマロです。なんか私この YouTube ってサムネも一緒に最初に撮っちゃうんですけど、なんか脳みそマシュマロっていうサムネを作った時に、なんか私の顔がなんかもうとぼけが多すぎて自己紹介みたいになっててしんどーって思いながらまあ気を取り直して、ハロウィンって海外から来てる文化っていうのもあって結構リアルめに作られてる。今回で行くと脳みそとか、まあなんか目玉のやつとか歯のやつとか結構いろいろ出てるんですけど、まあ、このパパブレさんも今年は脳みそマシュマロっていうのを作ってましたので、こちらを全色買ってきたので紹介していきたいと思います。脳みそマシュマロっていう商品なんですけど、実はこちらが脳みそマシュマロミニっていう商品で、これ小さいサイズになってます。じゃあ脳みそマシュマロノーマルってどんなサイズなのっていうのをね思うと思うんですけど、これ一般的な成人男性の脳みそと同じサイズっていうのがノーマルっていうサイズになってます。でノーマルサイズの方は受注生産方式になっていて、お値段が税込みで6800円です。いやまあただそんなサイズ食べきれないよっていう人のために店舗でも売ってるのがこちらのミニサイズになってます。でこちらが5色の展開になっておりまして、それぞれマシュマロなんですけど中身にバブレッツっていうグミが入っています。バブレッツっていうのが結構大きめで、まあミニって言ってるんですけど、このバブレッツを包んでるだけあって結構大きめです。お値段が各560円となってます。続いて味の紹介に入ります。まずこちら緑色をしているものなんですけど、マスカット味になってます。中身のバブレッツもマスカット味です。続いて黄色、こちらはプリンカスタード味のマシュマロになっています。中身のバブレッツはキャラメル味です。続いて青色のマシュマロ、こちらがヨーグルト味になっています。中のグミピーチストロベリー味です。このヨーグルトのやつだけは食べると舌が赤くなるバブレッツらしくてちょっと気になってます。ピンク色ミックスベリー味です。中のグミピンク色なんですけどミルク味になっています。それから続いて紫色はカシスベリー味です。中身のグミはヨーグルトソーダ味です。ということで以上の5つの味展開になっていますが、本当はねこれ全部割って中身も皆さんにお見せしたいんですけど、まあ今ね一人で開けて全部食べなきゃいけないってなるとちょっと大変なので一個だけ開けてみようと思います。まあ、やっぱ一番注目なのはその舌が赤くなる血まみれ脳みそっていうやつなんで、ヨーグルト。これですね。水色のやつにしてみようかなと思います。このマシュマロ一個一個が透明のプラスチックの容器に入っています。で、蓋を開けてみると中にまた袋に包まれているグミになっています。袋から開けてみた脳みそマシュマロ。こんな感じです。このシワ感というか、作りがとにかく細かいなという感じです。で、外側はマシュマロなので、このほんとふわふわした感じになってます。ただ、中身にバブレッツが入ってるということもあって、結構重たいなっていう風に感じます。じゃあ、お楽しみのこちらを割っていきたいと思います。うわっ。なんかまさかの結構真ん中を切れなかった感じになりましたね。これもう色がすごい。血まみれっていうのがものすごいわかる色合いになってますね。血まみれってどんなかなって思ったんですけど、結構ベロ赤くなります。マシュマロとグミ一気に食べることで結構食べたーっていう感じもするし、私マシュマロもグミもどっちも好きなので、これ結構良かったなと思います。ハロウィンのなんかグロ可愛いみたいなのが再現できてるのが結構いいポイントだなと思います。もうすぐハロウィンですが、皆さんはどうやって過ごすのでしょうか。本日ご紹介した脳みそマシュマロ、ハロウィンの彩りになれたらいいなと思います。それではありがとうございました。またねー。